福島競馬場第9レース横手特別3歳以上2勝クラスダートコース 1700m メ,メンバーは15頭です。 先ほどまで風はほとんどなかったんですがここに来て緩やかに吹き始めました福島競馬場白く乾き上がったダートコースの上各馬が踏みしめてゲートへと収まっていきます芝ダートともに量のコンディション青空の中に所々雲が浮かんでいる上空です最後には15番の鳳凰セレシオン入ってゲート入り完了です スタートしましまた少しばらついたスタートになって1番コスモコラッジは後方からまずはスタンド前、勢いをつけて14番ネイリッカ外から内にコースを変えて先頭、にバシンリード2番手は8番リズムオブザナイト内は5番ロード・バルドルさらには3番パーカッション4番手前から5投目10番エスティメートその後ろに15番、ーオーセレシオン先端固まって第1コーナーから2コーナー先手を奪ったのは14番、ネイリッカ。 行き切ってリードは1馬身半ぐらい2番手は8番リズムオブザナイト2馬身離れて3番手は2頭、外は5番ロードバルドルそのうち3番パーカッション3番手のうち2コーナーから向こう上面です前から5投目10番エスティメートその外15番、フォーオーセレシオン並んでいって直後には7番、南洋ビオレ。 1> 1馬半後方11番ブラックトマンホーク接近は9番ヤウガウさらには4番サトノムスタング中段後方2馬身離れて800を切ったところ12番アーサー・テソーロ2番イスカンダルそして上がっていった1番コスモコ・ラッジョさらには6番サトノアレックス最後方13番名称キッドです3コーナーのカーブに向かっていきます前は14番ネイリッカリードは4分の3ぐらい 2番手は8番リズムオブナイト34コーナー中間差が縮まっていって3番手は5番のロードバルドル残り 400m 前は3頭、半馬進の間隔第4コーナーを回りますこれから直線の攻防へ4番ティンコースは10番エスティメートさらには7番、南洋ビオレさあ直線に向いて先頭14番ネイリッカ粘っていますが左右内から10番エスティメートさらには5番ロードバルドル 7番、南陽ビオレその後ろに1番コスモコラジの伸びはどうか9番、ヤウガウ上がってきてる前は4頭広がったが5番、ロードバルドル5番、ロードバルドルゴール2着は7番、南陽ビオレか内場14番、ネイリッカ最内10番のエスティメート4頭の一段のゴール前しかし最後は5番、ロードバルドルしのぎきっています繁盛、外崎啓太騎那須の福島リーディングに向けてまた一歩。 2位下を突き放しましまた5番、ロードバルドル土崎圭太騎手は今日2勝目2着7番の南洋ビオレカさらには14番のネイリッカ10番エスティメート4頭ほぼ一段のゴール前ですタイムは1分45秒4上がるタイムゴールまでの 800m は49秒 5600m は37秒3です5番、ロードバルドル 今日は7か月の休み明けまさに乗っている戸崎騎手の手綱に応えて5番、ロードバルドル休み明けを何のそのトライしのぎ切っての1着7番、南陽日和が2着に上がって14番、ネイリッカ3番手10番のエスティメートは4着です1着5番、ロードバルドル安城の戸崎啓太騎手昨日四4勝、今日二2勝。 2着7番の南洋ビオレ3着14番のネイリッカ4着は10番のエスティメート5着9番のヤウヤウがの順番です横手特別確定までお待ちください